よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。本当に分かってないの？ソン君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。ほら、これが証拠よ。鏡を見た反応からすると、あんた、本当に孫君じゃないの？でも、見た目は間違いなくそ…ああ、もう、どうしたらいいのよ。今は…ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか16号？16、ねえ、セルに破壊されたはずな、もしかしてドラゴン
16号。ちょっと黙ってないで何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時。それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリン。抵抗せるというなら力ずくでも連れていく。孫悟空、状況はよくわかんないけどさっさと16号をやっつけちゃってよ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒なも殺すわけにはいかないから。危ない。お前の才能ならばどちらも手を抜く。よし、修行始めるぞ。よし、おおすんげえな。もうコツつかんだんか。これもやってみろ。コツつかんだみてえだな。俺もやってみろ。リンクして間もないというのになかなかやるな。こんにちはブルマさん、ご馳走をいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだ。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているもの、
また。さてと、孫悟空の中に。え、どういうこと？この人は孫。おやおや、悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じ、その代わり知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？ちょっとあんた、孫くんの体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫くんは暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありません。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あ、な、まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に。それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか、鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわ。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってる。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし。突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。じゃないでしょ、地球のピンチなん。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早くおいしい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえこの波動についてはいささか。おや、悟空さんの。どうやらあなた、悟空さんと無事お話。悟空さん、聞こえますか。それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど。
目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口。悟空さんから返答がないところを見るとやはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねんか。ウシさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった。そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでヴィルス様とウィッサンは大丈夫なわけ。決まってるだろ、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあ、この謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ムルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか。急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空に今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが、困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え、悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。
まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力してね。よろしく。けどな。お、いたいた。やっぱ思った通りだ。オラの木に似てんのがいるなって思ったけど、大正解だ。へへ、やっぱ驚いたか。そいつ、オラにそっくりだろ。難しいことはよくわかんねえけど、そいつ、クローンちゅんだってよ。他にも、そいつみてえな偽物が、え？見た目が似てるだけじゃなくて、オラも自分と戦うなんて初めてだから。勝てっかどうかは、オラと、そういうわけだから、まずは目の前にいるあいつをやる。
帰りなさい。いきなりソン君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし。そうそう、例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を。これで波動の影響で閉じ込められたソン君の意識が表に出てこられるはず。いつものソン君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい。装置はまだ完璧じゃないから力まではよくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今、あ、そっか、ああ忘れてたって。それじゃあソン君の体の中にいる誰かさと、あんたにはソン君が本来の力をと、よし、それじゃあ16号を捜索して。お、だいぶ弱ってっけんど誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行く。